吉田麻也とかいう日本史上最高のディフェンダー。もっと評価されていい。ガチで過小評価すぎるわ。189センチのガタイやぞ。まあ間違いないわな。能力的には間違いなく富安なんだが、富安は捨てすぎて話にならん。吉田麻也35歳189センチ、ブスケツ35歳189センチ。吉田から欧州でも通用し始めたよな。長谷部はユーティリティすぎてどの枠に入れるべきか。吉田本人が富安の方が上で言っとる。2019年のアジアカップのイラン戦では吉田がヘディングでイランのロングボール跳ね返しまくってたな。本当に長年吉田選手を見てきた人なら過小評価とは思わないはず。安定感が出てきたのは30代超えたぐらいからだし、それでも異常に出来が悪い試合がたまにあった。過去の代表のほとんどの時期は放り込みにボコボコにされてたけど、吉田がいた頃は高さでやられなかった。センターバックは今の方が圧倒的に上だぞ。吉田は良かったけど、今野と森重が代表なくらい層が薄かった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。